島トンネル。うん。今なんか黒いの飛んだ？黒いの飛んだ？それは手が飛んでるってこと？本当に怖っ。あれはあなたにちょっかいかけるとかそういう系？うん、観音像のとこ、うん、そうそう、観音像通り越えて俺が気になるって言ってちょっとこっち来たやん。ああ、はいはいはい。で、その後に黒い影が出てきたやつやん。そうですね。うん。あれは、うん、俺らに、僕に何かを、コンタクトを取りたかったんやけど、僕はコンタクト取らなかっただけ。うん。あれは手だな、右手だな、にとると。あれは悪いタイプのもの？悪いのかわかんないな。あなたに悪くはないと思う。あなたになんか連絡っていうか、なんかコンタクト取りたかっただけ？喋りたかったんじゃないかな。波長があったんじゃない、俺と。おお。うん。なるほどね。だから壁の方気になる。全然緑のオーブが取れたやん。はい。うん。その後やで、右手しか映らないっていうことはバラバラ事件なのか。怖っ。取る間に右手がなくなったのかわからんな。なくした右手が飛んでますけど、待って。怖いよ、これは。よく見ると手だな。おお、うん。そう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 。何回も何回も見て、何回でも拾って見たけど、やっぱし足のようにも感じたんだけど、手だな、なんか右手だなっていうのは。マジか、なんか、うん、女性の手だなっていうのは。なんか少しでもヒント入れればいいなって思ったけど、とんでもないのが。そうそう、ヒントどころの答えじゃなかったね。うん、壁の方にスーッと入っていくのが見えたでさ。すげえな、手だけが飛ぶって、なかなかショッキングな光景だな。手が見えるっていうのはすげえな。虫のように見えるけど、あれこっちに手を振っとる。呼んでるっていう感覚で動いとる。え、あれ。どういうこと？どういうこと？叩いとるように見えるやろ。はい。手をこっちに招いとるような感覚で動いとる。ああ、そ、なんていうの、進行方向に手の方向を向いてないんだ。カメラの方に手向けて、そのなんかやってるって感じ？俺の方に手を向いてやる。わお。あれ多分流されとるんだろうな。流されて、ああいう感覚で映っとるから、何回もやってれば、何回も同じようなシーンが撮れるんやろうな。マジか。なんかの答えなんだろうね。どっかに埋まっとるのか、まだ見つかってねえってことのか。わあ、うん。そこまでは読み切れんかったけど、あれは手が招いとるな、俺ら。ちなみにそれだいぶ古い方なんですか？いや、古いって言っても、そうやな、見つかってないやつだと15、6年。手前までぐらいのかな。おお、うん。って言っても、それだと2000年ぐらいになるんだよな。だから、古くはないんだよな。まあ、そんな、がっつり古くはないけど。若い人。